はい、どうもヒデです。今回の動画は非常に激しくて見応えのある上位対決となったセレッソ大阪対川崎フロンターレのマッチプレビューをしていこうと思います。早速この試合のスターティングメンバーを見ていきましょう。スターティングメンバーはこちら。ホームのセレッソ大阪は前節清武選手が負傷してしまったこともあって、この試合は 4-4-2 でフォワードに山田選手とブルーノ・メンデス選手が使われました。そして左サイドバックに船木選手が今シーズン初スタメンで素晴らしい活躍を見せていました。セレッソは山中選手と丸橋選手が怪我をしていて、左サイドバックに問題を抱えていたのですが、船木選手が解決してくれたのではないかなと思います。攻撃ではセットプレーから得点を取って、守備ではフロンターレの強力な右サイド家永選手と山根選手を完封しました。アウェーのフロンターレはここ数試合フォワードにレアンドロ・ダミアン選手ではなく小林優選手が使われていて、この試合も小林優選手が使われました。中盤3枚はチャナティップ選手と大島選手と脇坂選手が使われています。そして左サイドバックに立花田選手が使われていたのですが、個人的には立花田選手はアンカーで使ってほしいなと思っていて、アンカーでボールを奪いまくる立花田選手が見たいなと思っていたのですが、鬼木監督は佐々木選手をあまり信用していないのか、立花田選手をここ数試合サイドバックで使っています。ではこの試合を振り返っていきたいと思います。試合結果はこちら。2対1でセレッソ大阪が劇的逆転勝利を収めました。得点シーンは全てセットプレーからで、セットプレーから試合が動きました。では早速前半のレビューをしていきたいと思います。前半はセレッソが前から強度の高いプレスをかけて川崎フロンターレを苦しめていました。特に降りて受けようとするインサイドハーフの脇坂選手とチャナティップ選手に対しては、奥野選手と鈴木選手が激しくプレスをかけることでフロンターレはビルドアップができないという状況を作っていました。それに対してフロンターレは大島選手が降りて後ろを3枚にして数的優位を作ったことでセレッソの激しいプレスを回避し、ちょっとずつセレッソを押し込み始めて、フロンターレらしい速いパス回しと奪われた後のハイプレスからのショートカウンターでチャンスを多く作っていました。それに対してセレッソはコンパクトな守備でフロンターレにボールを運ばれても、鳥海選手とマテイ・ヨニッチ選手を中心に自陣でブロックをしっかりと組んで防いでいました。しかし35分にコーナーキックから谷口選手に決められてしまいました。フロンターレの相手を押し込んで攻撃回数を増やして、そこで手に入れたコーナーキックをしっかりと決める、これはフロンターレのお決まりの点の取り方で、フロンターレは相手を押し込む能力が非常に高く、フロンターレと対戦する相手はゴール前に守備ブロックを作って弾き返すことが多く、フロンターレが攻めあぐねてしまっている時でも、その攻めあぐねている状態でもセットプレーをもらってセットプレーから点が取れるというのはフロンターレの一つの武器だと思っていて、それがうまくいったシーンだと思います。その谷口選手の得点もあって前半は0対1でフロンターレが折り返します。後半もフロンターレペースで試合が進んで、フロンターレがボールを握って攻める展開が続いていたのですが、小林選手の折り返しが遠野選手に合わなかったり、脇坂選手のスルーパスが小林選手に合わなかったりと追加点を決めきれません。そんな中セレッソの奥野選手がボールを奪ったところから運んでファールをもらい、そこからのフリーキックをキーパーの前で船木選手が合わせて追いつきました。船木選手はこのゴールで2試合連続ゴールとなりました。さすがにビッグセーブの多いチョン・ソンリョン選手でも目の前で合わせられるとノーチャンスだったと思います。そしてセレッソはアダム・タガート選手とパトリック選手を入れて攻撃のギアを上げて、フロンターレは脇坂選手と遠野選手に変えてマルシーニョ選手と佐々木選手を投入、そして立花田選手がインサイドハーフにポジションを移しました。個人的には脇坂選手、大島選手、立花田選手の中盤が見たかったのですが、それは叶いませんでした。そして後半90分に佐々木選手が中原選手に肘打ちをしてしまい、セレッソはフリーキックを獲得します。この佐々木選手のプレーはさすがにレッドカードが出てもおかしくないプレーだったと思いましたが、主審はイエローカードを出しました。佐々木選手からすれば救われたのではないかなと思っています。そのもらったフリーキックを鈴木選手の精度の高いクロスからパトリック選手がヘディングで合わせてゴール。パトリック選手の今季初ゴールは劇的な逆転弾となりました。この結果セレッソは昨シーズン王者のフロンターレ相手にシーズンダブルを達成。一方フロンターレは2試合続けて終了間際にセットプレーから失点をしてしまい、2試合勝利なしという展開となってしまいました。最後にこの試合の総括をしていきたいと思います。まずセレッソは終始安定した守備を見せていました。引いてブロックを作って耐える時の使い分けが非常にうまくいっていましたし、プレスバックも早く非常にコンパクトでいい守備をしていました。一方アウェーのフロンターレは岩田戦に続いてこの試合でもセットプレーから失点してしまいました。この試合の2失点ともセレッソの選手がフリーでヘディングできてしまっていて、
セットプレーの時にマークが外れているのはとても問題だと思いました。しかし攻撃のシーンではうまくいっていることが多くて、あと最後決めきるだけというシーンを多く作っていました。セレッソは次節今2位で好調な鹿島アントラーズを対戦します。この試合も上位対決で非常に激しくてエキサイトな試合になると思うので非常に楽しみな一戦となっています。一方川崎フロンターレはサガン鳥栖と対戦します。サガン鳥栖は今節残念ながらヴィッセル神戸に敗れてしまったのですが、現在7位につけていて非常にいいサッカーをするのでこちらも非常にいい試合になると思います。今回の動画はセレッソ大阪対川崎フロンターレのマッチプレビューをしていきました。よかったら皆さんの意見、感想などもコメント欄で書いていただけたら嬉しいです。今後も J リーグの考察、情報、マッチプレビューを発信していくのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。